これより第2クォーターに入ります。攻守の方向を入れ替えまして、今度は磯野スーパースターズ、画面向かって右から左に攻める形に変わります。磯野セカンドアウトゴール、残り2ヤード。中央へのランプレー、ゲインはしておりますが、ゴール前残りインチわずかなところで止められました。アイランズ、ここはディフェンス踏ん張り、サードダウンに持ち込みます。先ほどの中央突破を託されましたのは磯野スーパースターズ39番、高原、上智大学出身のプレーヤーでした。ゴール前残り1ヤードのないわずかな隙間の状況になっていますが、しかし磯野サードダウンインチの状況に挑みます。磯野タッチダウン。磯野スーパースターズ、ここで再び中央のランプレーを選択しました。託されましたランニング枠11番、相手ディフェンスの今度は隙間を縫うように駆け込んで、そのままエンドゾーンに入ってタッチダウン。磯野スーパースターズ6点獲得。タッチダウン決めましたワイドレシーバー11番は松永、四日市大学出身のプレーヤーです。そして磯野トライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーをキッカー43番に託します。43番は西脇、岐阜大学出身のキッカー。キック成功、1点追加。磯野スーパースターズ20点、クラブアイランズ0点となりました。第2クォーター入りました状況で、現在タッチダウン差3本対0本という状況になっております。得点で言いますと20対0という状況になりました。展開としましては現在磯野主導の形で進んでいますが、アイランズここに反撃の糸口を見出すことができるでしょうか。磯野スーパースターズキックオフ。アイランズこのキックオフリターンを図りました。リターナー21番、中央突破を図りまして自陣30ヤード地点からの攻撃となります。リターンしましたクラブアイランズ21番は山崎、滝川高校出身のプレーヤー、そしてチームキャプテンでもあります。アイランズ自陣31ヤードの地点からファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック1番、ここで一気に陣地挽回を図るロングパスを投じました。しかしこのパスは磯野ディフェンスが2人カバーしており、パス不成功となります。パス失敗でセカンドダウンに変わります。クラブアイランズ自陣31ヤードの地点からのセカンドダウン10。ここで中央へのランプレー、パスの後の裏を突くランプレーを展開しました。キャリア23番、相手ディフェンス味方ブロッカーを生かしながら約3ヤードのゲインとなっています。キャリア23番は金城、江南大学出身。アイランズ自陣36ヤードの地点、34ヤードの地点からのサードダウン7。残り7ヤード更新なるか。
ナイスタック。ここでアイランズはオプションプレー、 QB が持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーをチョイスしました。ここで選択したのはクォーターバックのキープ。しかしこれを読んだか磯野30番が見事なタックルでゲインをわずか1ヤードに抑えました。キャリアの1番は内田、龍谷大学出身のクォーターバック。タックル決めました。磯野スーパースターズ30番は隅、岐阜大学のプレイヤー。ここでホイッスル。チームタイムアウト、チームタイムアウト。アイランズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。アイランズ前半1回目のタイムアウトを取りました。ウォールオン自陣36ヤードの地点からのフォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。このパントはコントロールよく磯野陣35ヤード付近でアウトバーズとなりました。この地点での攻守交代となります。このパントを決めましたパンターはクラブアイランズ4番毛利です。姫路独協大学出身。攻守変わりまして磯野スーパースターズ自陣38ヤードからファーストダウン点。まずはパスプレー、パス決まりまして約5ヤードのゲイン。クォーターバック18番最初のプレーをパスとしました。ターゲット4番がこれをキャッチし約5ヤードのゲインとなっています。パスを取りましたワイドレシーバー4番は1の岐阜大学のプレイヤーです。磯野スーパースターズ自陣43ヤードからセカンドダウン5。再びパスプレー、ナイスゲイン、ファーストダウン。クォーターバック15番、失礼、クォーターバック18番、今度はワイドレシーバー15番にパス。15番これをキャッチアンドラン、相手タックルを弾きながら左オープン駆け上がりファーストダウン獲得です。見事なキャッチアンドラン決めましたのはワイドレシーバー15番伊藤健太、北海道大学出身の新人プレイヤーです。磯野スーパースターズ相手陣35ヤードからファーストダウン点。パス成功。ナイスラン、ファーストダウン。クォーターバック18番再びパスプレーです。ターゲット11番、しかし今度は11番キャッチし味方のブロックを生かして見事に中央突破、大きくゲインしてファーストダウンです。見事なキャッチアンドラン決めましたのは磯野スーパースターズワイドレシーバー11番松永、四日市大学のプレイヤーです。磯野スーパースターズ相手陣9ヤードの地点からファーストダウン2ゴール。
エンドゾーンまで残り9ヤードの地点です。タッチダウン。ランニングバック25番トスを受け左オープンへのスイープレー、相手ディフェンスの裏をつくように大きく外にまくり込んでそのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。磯野スーパースターズ6点獲得。そしてこのトライフォーポイントもキッカー43番西脇が見事に決めまして1点追加。磯野スーパースターズ27点、クラブアイランズ0点。メンディーザーマーク、メンディーザーマーク、ここでウォーターブレイクを入れます。ここで審判団の判断によるウォーターブレイクが入ります。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛企画によって実現しております。画面に映し出されている方々はその企画に協賛いただいた多くの方々のお名前です。ご協賛いただきましてありがとうございます。またこの協賛企画は現在も継続中です。概要欄にそのリンク先にあります URL がありますので、ぜひ皆様もご協賛いただければありがたく思います。また同様に X2 のライブ配信も同じく協賛企画を立てております。 X2 も全チーム6チームによる協賛としてこの企画を実現しておりまして、この企画によってこのライブ配信は実現しております。ウォーターブレイクと決めまして、クラブ、失礼しました、磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。磯野スーパースターズキッカーは1番の箕浦、岐阜大学出身の選手です。アイランズはリターナー26番と1番が構えました。1番がリターン。中央突破を図りまして自陣30ヤード地点からの攻撃となります。アイランズリターナー1番は内田、クォーターバック1番が務めました。クラブアイランズ自陣32ヤードからファーストダウン10。ここでクォーターバック1は自らキープ、自らの足で中央突破を図りましたが、しかしこのランプレーノーゲイン、セカンダウンに変わります。クォーターバック1番内田、なんとか攻撃の打開図らんと自らの走力に期待をかけたようです。状況は変わらず自陣32ヤードからセカンドダウン10。成功、パスだ。ここでクォーターバック1番自らのランをフェイクにしてのパス、
タイミングを見計らったようにこのパスをワイドレシーバー25番26番が見事にキャッチして攻撃権更新。ファースターパスキャッチ決めました。ワイドレシーバー26番ランニングバック沼、大阪大学出身のプレーヤーです。クラブアイランズ自陣44ヤードからファースダウン転。ここで今度はクォーターバック1番自ら中央突破しました。そこから右オープン展開し約6ヤードのゲインとなっています。見事なラン決めました。クォーターバック1番は内田、龍谷大学出身の選手です。これによりクラブアイランズ相手陣49ヤードの地点に前進しました。アイランズセカンドダウン4。今度はパスプレー、しかしこのパスは不成功。攻撃権更新となりました。タイミングパスを再び投じました。しかしこれはわずかにパス合わず、サードダウンに変わります。HF 通水様、仕事でしたか。残念ですが、しかしライブ配信でよろしければこの試合をご堪能ください。北野様、ディフェンスライン75番も頑張っていますが、相手選手のワイドレシーバーの足が確かに速いです。このスピードの差が結果的にこの得点差になっていると思われます。さあその状況を打開できるか。アイランズサードダウン4の攻撃、中央へのランプレーを選択しました。キャリア23番、攻撃権更新のための中央突破を図りましたが、わずかに届いておりません。フォースダウンと変わります。チームタイムアウト、磯野スーパースター。ここで磯野が前半1回目のタイムアウトを取ります。さあここで磯野スーパースターズディフェンス側の磯野がタイムアウトを取りました。この第2クォーター終盤に入りまして、ようやくエンジンがかかったか。アイランズこれまで進まなかった攻撃が進んで反撃に出ております。この流れを断ち切るためのタイムアウトと思われます。第2クォーター前半の残り時間は3分17秒となっています。この時間を使い切りますと、現在ありますタイムアウトの消費およびポジショニングはすべてリセットされます。したがって得点を上げた場合、この残り時間をいかにして使って得点を上げるかが非常に重要な要素になります。磯野前半1回目のタイムアウトを使いました。攻撃はクラブアイランズ、ボールオン相手陣46ヤードからフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、4回目パントでなく攻撃権更新を図るプレーをしました。前進できないと攻撃権を失います。さあここでセンターがクォーターバックのキープ。このプレーでのゲインはありませんでしたが、したがって攻撃権更新ならず、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。アイランズこのチャンスを千載一遇とばかりにフォースダウンギャンブル、4回目もプレーをする選択をしました。しかしこれを磯野スーパースターズ止めまして、ギャンブル失敗、攻守交代となります。
攻撃権取りました磯野スーパースターズ、自陣47ヤードの地点からファーストダウン10。パス成功。クォーターバック18番、タイトエンド86番にパスを通しまして攻撃権更新、ファースター。86番のカンナ、見事にタックルを弾き飛ばし攻撃権更新としました。見事なキャッチアンドラン決めました。タイトエンドは86番カンナは姫路工業大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。パス成功。ナイスラン、ファーストラン。しかしイエローフラッグ反則が発生しております。プレーはクォーターバック18番、プレッシャーをかわしてのパス。これを取りましてのキャッチアンドランで大きなゲインとなったプレーですが、しかしこの反則の判定を待ちましょう。パーソナルファーブラインドサイドブルー、オフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、相手選手の見えない死角からのブロックをしました。この反則は近年危険なプレーとして反則となっております。重大な反則という扱いになりますので反則の罰則は15ヤード。したがって先ほどのプレーとはまた異なり大きく後退する形でファーストダウンのやり直しとなります。磯野ハーフウェイ付近からファーストダウン18の状況となります。パス成功。ナイスラン、ファーストラン。ワイドレシーバー1番、見事なキャッチアンドラン。プレッシュ、非常に深い状況に押し戻されたところ、このパス、短いパスを取り、そこから相手ディフェンスを縫うように駆け抜け一気に攻撃権更新としました。見事なキャッチアンドラン決めました磯野スーパースターズ1番は箕浦、岐阜大学出身。磯野、相手陣22ヤードからファーストダウン10の状況に入ります。これもナイスラン、ファーストダウン。今度はランプレー、ランニングバック35番、トスを受けまして右オープンへのスイープレー、相手ディフェンスを縫うように右オープン展開しまして攻撃権更新としました。見事なラン決めました。ランニングバック35番は東、京都工芸繊維大学出身。磯野スーパースターズ相手陣5ヤードからファーストダウン2ゴール。試合時間まもなく残り前半残り1分を切ります。ランニングバック42番ハンドオフを受け右オープンへのランプレー、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。磯野のオフェンス、オフェンスホールディングです。
相手選手を掴んでいましたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。掴まず握らず相手を押すことが求められます。この反則により10ヤード抜体となりまして、ファーストダウンやり直しです。ここで磯野前半2回目のタイムアウトを取りました。磯野一旦陣地を戻されたことで作戦を練り直す格好を取りました。前半残り時間は1分2秒となっております。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛の企画によって実現しております。またこの配信に ご協賛いただきました方々のお名前をこちらの方に列記させていただいております。皆様ご協賛ご協力ありがとうございます。今後もこの企画を継続するために皆様のさらなるご協賛を募っておりますので、概要欄にあります URL からご希望がある方はぜひご協力をお願いしたいと思います。この配信を司っておりますのは私、道楽屋リチャです。できる限り YouTube ライブで配信をしたいと思います。磯野前半2回目のタイムアウトを使いました。ボールオンは相手陣14ヤードの地点となっておりますが、この位置からのファーストダウン2ゴールの状況となります。前半残り時間は1分2秒。クォーターバック18番、自ら左オープンへのスイープレー、相手ディフェンスをまくりそのままエンドゾーンを駆け込むことを狙いましたが、しかしこれはアイランズアジャストよく、ゲインは約1ヤードにとどめております。失礼、ゲインは2ヤードでした。磯野相手陣12ヤードからセカンドダウン2ゴール。前半残り時間は55秒。パス不成功。今度はワイドレシーバー84番へのパスでしたが、これを84番キャッチミス、パス失敗でサードダウンと変わります。磯野スーパースターズ相手陣12ヤードからサードダウン2ゴール。前半残り時間は51秒。パス不成功。ここで再びのパスプレーはエンドゾーンへのパス、ターゲット19番へのタッチダウンパスでした。しかしこれは19番キャッチできず、パス不成功、フォースダウンに変わります。ターゲット19番は五十嵐でした。磯野スーパースターズフォースダウン2ゴール、残り12ヤードフィールドゴールトライ、キッカー43番西脇のフィールドゴールに託します。キックレングス35ヤード。ここでスナップが見られまして、ホルダー18番自らキープ、右オープンへのランプレーを展開しました。しかしわずかにエンドゾーンに届かず、結果4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。ターンオーバー。磯野スーパースターズフィールドゴールの得点を狙おうとしましたが、ここでミスがありました。それをホルダー18番田中がカバーし、一気に逆にタッチダウンを狙おうとしましたが、しかしわずかに届きませんでして攻守交代となります。
窮地を出しましたクラブアイランズ。しかし自陣1ヤードの地点からの攻撃と変わります。前半残り時間は29秒。ここで磯野ランプレーによりまず陣地挽回を図ろうとしましたが、しかしこれを読んでいたか磯野一気にチャージしました。キャリア23番、なんとかエンドゾーンを出しようとしましたが、これはできずエンドゾーンの中で倒されまして、これは結果的に自殺戦となります。自殺戦セーフティ。したがって磯野に2点が追加されまして、磯野スーパースターズ29点、クラブアイランズ0点となります。しかもセーフティーの場合は得点を奪われた攻撃チーム側のキックオフにより試合再開となります。したがってこの攻撃権は続いて磯野が確保する格好となります。アイランズ自陣1ヤードという厳しい状況でしたが、逆に磯野スーパースターズ、この厳しさによる選択肢のなさをあえてプレッシャーで潰すという形を取りまして、これが功を奏しセーフティー、攻撃の芽を摘むことに成功しました。結果アイランズ自陣20ヤードの地点からのキックオフとなります。セーフティーの場合は通常の35ヤードでなく自陣20ヤードからのキックオフです。さあ短いキックとしました。そして磯野リターン、ナイスリターン。リターナー84番、この短いキックを見事にカバーし、左オープン見事にブロックを生かしながら展開。一気に相手陣30ヤード付近のところまで進みました。見事なリターン決めました磯野スーパースターズ84番は花木、岐阜大学出身。試合時間は前半残り4秒となっています。磯野スーパースターズ相手陣30ヤードからファーストダウン点、前半残り時間は4秒。ここでホイッスル、磯野ここで前半3回目のタイムアウトを取りました。前半最後のタイムアウトを取りまして作戦を練ります。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛企画によって実現しております。また数多くの方にこの企画に賛同いただきまして、その方々のお名前を今画面の方に列記させていただいております。ご協賛ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信の概要欄にその申し込みのリンク先の URL がありますので、ご意思ある方ぜひご協賛の方をご協力お願いしたいと思います。ラブアメフトットさん、中継ありがとうございます。メッセージ非常に嬉しく思います。今シーズンもできる限り試合を配信したいと思います。さあそして残り4秒で磯野ファーストダウン点、エンドゾーンへ狙いました。しかしこのパスはオーバースロー。磯野ここで一気にタッチダウンを狙うエンドゾーンへのヘイルメリーパスを投じました。しかしこのパスは失敗し、そしてここで前半の残り時間終了です。前半終わりまして磯野スーパースターズ29点、クラブアイランズ0点、磯野スーパースターズ4タッチダウンリードの差を保った形で後半戦に入ります。
前半は磯のスーパースターズが攻守ともにアイランズを圧倒する形で4本のタッチダウンを取るという形で試合を展開しております。 X3 の春を制した X3 ジュニアトーナメントにおいて準優勝を果たしました。そのチーム力遺憾なく発揮しているという状況にあります。対してアイランズはその状況が打開できないままに今至っておりますが、後半戦これを突破する糸口を見出せるかに注目しましょう。本日の配信は X3 ウエスト全13チームの協賛の企画によって実現しております。今画面にありましたお名前の方々はその協賛企画にご協力いただきた方々のお名前になっています。ご協賛ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信にあります概要欄のところにその申し込みの URL を掲載しておりますので、ぜひ皆様もご協力ご協賛の方をお願いしたいと思います。